西海橋は、長崎県佐世保市張尾島と西海市西秘町の間にある井の浦瀬戸に架かるアーチ橋である。完成当時は固定アーチ橋としては、世界で3番目の長さを誇り、東洋一と評された。2020年に国の重要文化財に指定。日本三大級潮の一つと言われる張尾瀬戸により、長い間、陸の孤島であった西園木半島と佐世保市を陸路で、 結び、半島における産業の振興、開発の促進を目的にかけられた。1951年に着工し、1955年10月に、竣工、同年12月より供用を開始した。総事業費は5億6千万円で、完成時には固定アーチ橋として、世界で3番目の長さを誇っており、日本の橋として、初めて島町200メートルを超えた、長尾橋であった。 技術的に卓越した存在であるにとどまらず、ハリオセトのランドマークとなる、機能病も備え、橋自体が観光スポットとして広く知られている。当初は有料橋であり、供用開始時より午前10時から午後8時までバスは500円、普通車が200円の通行料金が徴収、後に徒歩による通行料として10円が設定された。その後、1965年頃より、 地元住民及び橋の利用を増加させ、観光客を誘致したい、佐世保市が橋の無料化を要求し、1970年に無料化された。同郷の完成により、長崎佐世保間の陸路による最短ルートが、それまでの大村市経由から西園木半島経由となった。また、西園木半島では、橋の建設を契機として、半島全体の総合開発の機運が高まり、 主要道路の舗装、改良工事が進展した。西海橋の固定アーチ形式の橋脚部。佳橋地であるハリオセットの特性と建設資材の運搬、および仮設の計画から、固定アーチ形式が採用された。ありがとうございます。